J リーグへの昇格を目指す FC やばりがリーグ開幕を前に9日、大三島大山積神社で必勝祈願を行いました。この日は岡田武史オーナーをはじめ、選手、監督、コーチなど総勢41人が大三島大山積神社を参拝しました。神社に着いた一同は昇格や優勝など今シーズンの目標をそれぞれ絵馬に書き記しました。あ、一応優勝して昇格と書きました。はい、頑張ります。優勝して昇格、必ず上がらないといけない年だと思うので、まあ、結果にこだわって、J3 昇格したいと思います。怪我しないように1年試合に出て、まあ、最後優勝して終われるように毎日大事に過ごしたいです。いや、まあ、まずはチームとして、JFL 優勝ということ、それとそれに昇格というのがついてくることを、まあ、第一前提に考えて、まあ、個人としても、目に見える結果を求めてやっていきたいと思います。まあ、2年間目標を達成できなかったので、ね、その分もありますし、今年は何が何でもという思いでやっているので、まあ、必ず優勝できるように昇格できるようにしたいと思います。いいキャンプもできましたし、つい最近ミニキャンプも行ってきたんですけれども、まあ、J2、J3 との対戦でもしっかり結果を残して勝ってきましたし、そういうのが本当に本番に出せればいいかなと思います。まあ、本当に今年こそ、まあ、J3 昇格できるように本当に結果にこだわった1年にできればなと思います。その後選手たちは拝殿に入り、宮司から祈祷を受け、今シーズンの活躍と J3 昇格を祈願しました。毎年恒例、岡田オーナーのおみくじ、今シーズンの運勢を占います。去年なんだっけ、大吉です。去年吉だよな、大吉の時昇格したんだよな。大吉です。頼むぞ。何撮ってんだ。吉だ。相手に策謀があるかも。焦って動くと一悶着ある。ここは一服して時機を待て。いずれ勝負は勝ち。よしとしよう。なんか判断しがたい、ちょっと余計なこと言わないの。いずれ勝負は勝つんだから、いい。まあ、いよいよ開幕だなっていう気持ちと、まあ、1年早いなっていう思いですね。もう4年目になるんで、なんとしても、必ず J リーグに今年行きたいなと思ってます。行きますよ。はい、行きます。はい、チーズ。またこの日はスポンサーやファンクラブの会員などおよそ350人が参加してキックオフパーティーが開かれました。今年の目標は何といっても J3 昇格です。100年構想クラブも増えました。またライバルチームは続々と強化を行っております。そんな中でも何としても勝ち点60をつかみ取り、12月1日の最終戦終わった時に皆さんが喜んでいただけるよう何としても目標を果たしてまいります。FC やばりは今シーズン、元日本代表の駒野雄一選手、橋本秀夫選手など J リーグ経験者6人を含む11人を補強。小野武史新監督のもと29人体制で JFL 3年目のシーズンに臨みます。そうですね、とても温かく見守ってくれてて、必ず昇格しないといけないなっていう強い気持ちです。 JFL 優勝します。応援よろしくお願いします。1年目はやっぱ全然試合に関われなかったんで、まあ、今年
チームの J3 昇格っていう目標も大事なんですけど、個人としても、定位置確保を しなきゃいけない年で、勝負の年だと思ってるんで、頑張っていきたいなと思ってます。やっぱりこうやって直接応援していただいているのを実感できるので、その期待に改めて応えないといけないなっていう、身が引き締まるので、しっかり準備してきたんで、目標を達成できるようにやりたいですし、いろんなことあると思うんですけど、しっかりやりたいと思います。はい。キックオフパーティーでは、今シーズンのキャプテンを太田康介選手が務めることが発表されました。昨年、悔しい思いをさせてしまったので、今年こそは必ず結果で恩返しできるようにチーム一同頑張っていきたいと思いますので、今年一年よろしくお願いします。1月中旬にシーズンをスタートさせ、ここまで約7週間、選手たちはかなりハードなトレーニングをしているんですけども、本当に歯を食いしばって明るくポジティブに頑張ってくれています。それも全ては J に昇格するんだと、これはもう目標というよりは絶対果たさなければならない、その目標だというふうに、考えております。我々がもう皆さんにお会いしたくなるようなそういう試合を日々、毎試合毎試合やっていく、その覚悟で選手一同、我々も全力で臨んでいきたいと思います。 JFL 開幕は今月17日で、 FC やばりはアウェイで FC 大阪と対戦。ホーム開幕戦は3月24日、ありがとうサービス夢スタジアムで、昨シーズンの覇者、ホンダ FC と対戦します。今までにない皆さんのこの期待、それとともにこう背中を押されるような力を感じました。今年は JFL 優勝して、そして J3 に昇格と。エマにもそう書かせていただきました。で、勝ち点60というのをチームとして目標にしてますから、それを取って、昇格そして優勝を達成したいというふうに思っています。